でも結婚はしたいんだと、木こりさんと。なのにその子供がどうも邪魔者やったと。ってことは何なのかなと思うと、長く結婚し、男の人と縁のない人じゃなかったんかなと思うんまあ、それはそうですですね。ね。縁がないということはどういう過去があったんだろうと。嫌な思いをしたのか、家庭上の問題で男の巡り合わせが悪かったのか。まあ、亡くなる前は分かんないけど、こう子供と一人亡くなった後は意外と困って苦しんでる方々を助けるっていうふうにこう変わっていったんじゃないかな、魂が。あ、助ける方向に。そう、鬼子母神と一緒ですよ。鬼子母神と一緒、鬼子母神って何ですか？鬼子母神っていうのは子供をどんどん食べてた神様をね、食べてた。食べてね、お釈迦様はそれダメだよと、でいろいろ諭してやったら人を助けるふうに変わっていったのは鬼子母神という有名岸っなてどんな字書くんですか？今まではずっと殺すんだけど、やっぱり運命というのは不思議なもんでね、鬼子母神もそうなんですよ。自分の子供、いろんな子供をたくさん食べていたので、お釈迦様が全然ダメだよということで、人助けの有名な神様になっちゃうのが鬼子母神。要するに子供を食べとった。そうそうそう、ということは今の人間からしてみるとどういう女性ですかね。まあ、昔はですね、人間っていうのも動物と変わんなくて、非常にこう、ああ、なるほど。そうなんですよ、食べ物がない頃に、ああ、そうか。食べ物がない頃に人を殺して食べてた、子供を。食べてたんです。女の母の鬼。死亡、あ、死亡人。そう、人は神様。神様。鬼の母の神様。そうそうそう。だからもう子供とか人助けが有名な神様。なるほど。だからここで亡くなったそのお母さんと子供がね、その時には確かにこのすごく悲しいやり方だけど、本当にこう人を救わなならぬ運命の人はですね、やっぱりそっちの方にこう行ってしまうんですよね。本当に自分が苦しんでならないと人を助けるっていう意味がなかなか分かってこない。なんで殺したんだ。ちょうどここから入るわ。